高橋是清の高橋財政について話してほしいということでしたので、100年前の話になりますけれども、100年前のが全然正しかったのでなんか人類って退化するんだななんて思っちゃいますけど、高橋財政はいわゆる財政出動などそのケインズ主義的な政策と言われてますけど、ケインズが一般理論を出すより前にですね同じ結論に自力で達しているので、もうケインズの前にもうすでにケインズだったという、もうほぼ世界最初にと言っていいんですけども、ケインズ主義的な財政出動をやって見事昭和恐慌を克服したと。簡単に言うと資本主義の自由主義者は資本を活発にすれば経済良くなると言って格差の拡大を無視すると、マルクス主義者の方は今度は労働者階級ばかりを重視して労働者階級が資本家階級を敵視するようにするわけですね。これナショナリストからすると両方ダメなんですよ。そうじゃなくて労働者と資本が手を取り合ってお互い豊かになろうと、こういうふうにやるというのが大事で、それが労使の円満なる和合で、そうすると国も分裂しないし経済も発展すると、これが高橋是清が考えてたことなんですね。ものすごくよく分かってる人だったわけです。